ける儲けないっていうことよりもお金が残せる残せないっていうところで見るのが正しいのかなと。熱血コンサル基礎産業。銀行の立場としてどちらの取引の方が融資しやすいでしょうか。1番損益計算書上利益は出ていて売上は右肩上がりの会社と、2番利益はそれほど残っていなく業界としては少し下降気味ではあるが保有現金預金が多い会社、どちらに銀行は貸し出したいかということで、銀行融資のポイントはどういったことなんでしょうか。これはね、正解2番なんだよな1番はね、もう損益計算書上利益が上がる上がるって言っても残ってるかどうかなんだよな。残ってるビジネスだったら債務超過でも融資出るんだよ。まさしのもう昔々の話でね、靴屋さんね、業界で言うとね、靴ってすごい難しいんだよ。通販やってて年商いくらぐらいあったのかな、7億5000万ぐらいあったんじゃないかな。そこの会社は利益出ないんだよ。なんでかというと靴って返品多いんだよねサイズが合わないからってことでね、売り戻しみたいなの結構あって、基本そんなに思ったほど利益が上がらない、債務超過なんだよね。だけど利益出るんだよ。あ、利益が出るか融資が出るんだよね。これどうしてかというとお金が残ってんのよ、通帳の上でね。だからちゃんとこの会社は去年と今年と比べてなんかお金が残ってるねってことになるから、まあ資金は出やすいっていうのはあるかな。損益計算書上黒字がずっと出てるって言ってもその反対側で売掛金がずっと溜まってるとかね、売掛金の方で新陳代謝できてないとかっていう会社があるとなかなかの、まあ、融資を出にくいよね。資金繰りの問題を自分で解決できない会社っていうふうに見るんだよな。よ、うちの会社でもあるよ、取引先でからね、5ヶ月に1回ぐらいしか利益が出ないのよ、ズドーンと。毎月200万円ぐらい資金収支赤字なんだよ、ずーっと赤字。例えば 200×5 で1000万だろ、5ヶ月目に1200万とか利益が出て、で5ヶ月目で200万が残ると。その後また潜水艦よ、ずーっともう潜水艦毎月200万ずつ赤字になって、ほんでまた最後10ヶ月目でから1200万出てからっていう会社がある。こういう会社基本その利益が出てる出てるって言っても融資出ないんだよね。こういう問題が出ます。去年と今年、自分のところの資金繰りの問題を自社でどれだけ解決するんですかっていうところを提出させられるんだよ。それを提出したことが守れんかったら他人資本に依存したような財務体質になってるってことになるから、やっぱりリスクを負いたくないから融資したくないってことになるよね。だけどバランスシート上ある程度しっかりしてて、その利益はそんなに出なくってもちゃんと積み上がっていってるってことになれば、新しいことをやるという話になった時にその応援してもらいやすいっていうのはあるかな。銀行って応援業だから、応援してもらえるように自分である程度こうここまでやったからなんとかしてくれみたいなところがいるんだよね。そういうことを考えると後者2番目の方が正解なのかなと思いますよね。売掛が積み上がっていくっていうことはどういうことなんでしょうか。例えば1番のケースで言うと、1番のケースでいくと売上が積み上がっていくっていうのは回収期間が遅れるってことよね、一つはね。で回収期間が遅れるっていうのもそのビジネスモデル上そうなってるんならもうしょうがないっていうのはあるんだけど、回収に力入れてない、例えば建設会社だったらもう前金でもらうとかね、前金でもらうところをもらえないからっていうことで銀行とか、まあ俺らみたいな会社にこう依存するっていうやつらが多いんだよ。そしたらその後で利益が出るからみたいなことを言ったところでね、自分でやっぱりそこをやってないって、それどういうことで、お客さん作りをやってないってことなんだよな。これは社長の職務怠慢じゃねえのっていうのがあるんだよ、ファイナンスをやってる人間からすると。これが普通のコンサル会社だったら多分そうは言わないんだろうね。 PL のとかってよく言うんだけど、 PL で利益が上がるようになんか経費削減しましょうぐらいしか言えないとか、まあ、売上がこう上がっていくようなところを紹介しますぐらいしかできないんだろうけど、やっぱ俺らファイナンスウッズがコンサルっていうことを考えるとやっぱりそういう問題は出るかな。顧客紹介というか顧客開拓というかね、自分で売上分散化できてないってことでしょ。そしたらその前でもらえるっていうあのことができてないから、俺がね中国行ってた時 の話でね、これ中国の会社、売掛金を回収する
する専門の仕事があるんです去年から今年の売りかけ回収サイトが、まあ、例えば3ヶ月だったりするじゃん だからそれをこう2ヶ月にするとかね、前金でこんだけもらったとかで支払いを伸ばしたとかね、いうことをやることに対してこうあの報酬をもらうって職務体、職務の職務体、まあそういう人がおるぐらいだからね、顧客しっかり開拓しとけばやっぱりそういうことができる人っていうのがおってねえってことよね。これももう建設の会社だったからね、実際お客さん作りができてないとそういうふうになっちゃうよね。で逆に言うと支払いサイトが伸びるっていうんだったら、その分利益をこうどんどん乗せていくみたいなね、ちょっとこれもう厳しいな、じゃあ前でくれやみたいなね。でもそれでなんかその売り上げがなくなってもいいぐらいに、いろんなところを常に開拓してないといけないと。その努力があの1年の結果っていうのが経産省になるわけだからね。だからそれの内容を見てから銀行は判断するっていうのは、まあ正しい判断なのかなというふうに思いますよね。ということは、売りかけの積み上がりではなくて、あの支払いサイトを伸ばす努力も必要だっていうことなんですよね。そうなんかあの有名なところであれどこだったっけ、三越伊勢丹かがそうだよね、確かに支払いを確かずっとこう伸ばすっていう決算書上ですごく出てきてた会社があったよね。あそこなんかもう本当にあのそれだけやっぱ金を残す努力っていうのしとるよね。大手企業になればなるほどそういうこと努力してる、零細企業になればなるほどそういう努力しないんだよね。で資金繰りがとかね、収益力がみたいなことを言ってる人が多いからね、やっぱり自分で努力せんとダメってことだよね。努力できてるかできてないかってところが決算書上に見えてくると。ビジネスモデルが変わったら変わったでいいんだよ。変わることに対して赤字が例えば2期出る3期出るって言ったところで、もうここから出すから応援してくれっていうやり方でね、1回調達して2年間調達しないとかね、赤字出してもで3期目でまたその資金調達ができるぐらい、まあ、あのビジネスモデルが変わって黒字化してって、で資金調達してもう1回こう生き延びれるっていうような会社なんか結構いるからね。だから何が言いたいか言うと、儲ける儲けないっていうことよりもお金が残せる残せないっていうところで見るのが正しいのかなというのが今日の結論だと思いますね。逆にそのね、まあ今日の話なんかもそうなんだけど、他の人のそういう悩みってみんな聞いたことがないんじゃないかなと思うんだよね。やっぱ常日頃そういうふうな、まあ話し合いの場というかね、みんな普段どうしとるかっていうところを設ける必要があると思いますので、今あの1万2000円のメンバーシップやってます。で4人1組で1時間ぐらい、まあ、ちょっと話し合って、まあ、いろんな意見交換したりとかするんですけども、おかげさまでだいぶねこう増えてきてね、主に5つぐらいかな。あのこの度ちょっともともと資産運用系のところと FC の本部になりたいっていうのと、一般のところと、あと SNS で自社集客したいって、だいたい4つのゾーンに分かれてたんだけど、今回これに補助金が入ってくる100社ぐらいまでやりたかったのよね。55ぐらいなのかな、5、6ぐらいいってると思うけど、80ぐらいまでしかちょっとできないので、あと25社ぐらいということで、あのご興味のある人はこの社の概要欄にお問い合わせいただければと思います。それとね、今あの資金調達悩んでるとか、あの赤字体質から抜け出したいとか思ってる方がいらっしゃれば、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。